はい、どうもこんにちは、笹谷です。本日もニュースをつっついていきましょう。今日ご紹介するニュースはですね、琉球新報より、見出しがですね、緊急事態宣言延長、解除する判断基準明示よということでですね、もう僕が琉球新報を取り上げた時点で、これから何が起きるのか、僕の視聴者さんでしたらね、もうお茶碗持って耳に美味しいおかずを早くよこせと、お箸カチカチ状態だと思うんですけれどもね。では早速本文を読んでいきましょう。新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言が5月31日まで延長された。感染拡大を防止するため国民は外出を控え、事業者は休業期間の延長を検討せざるを得ない。厳しい生活が続くことになる。7都道府県を対象にした緊急事態宣言が発出されたのは4月7日。16日には対象が全国都道府県に拡大された。1日あたりの感染者数は一時期に比べると鈍化傾向が見られるようだが、依然高止まりしたままだ。政府の専門家会議は対応を長丁場になるとの認識を示した。大した内容の記事ではないのでね、だいぶ端折りますよ。ごめんなさいね、琉球新聞さんね。だってこれ5月6日の記事なんですけども、中身が薄すぎて、このまま記事を読み続けると、視聴者さんが離脱していくんですよね。マジで内容が薄くて、扱いづらいですっていうことでね。まあこんな感じで苦言を呈したところで、核心の部分に迫っていきましょう。では読みます。医者が必要と認めれば、直ちに PCR 検査を受けられる体制を作ることが急務だ。他国でできることがなぜ日本ではできないのか、前例のない状況に即応できない官僚組織のせいなのか、政治家の指導力に問題があるのか、両方なのか、今や日本のコロナによる死者は韓国の2倍だ。来たー！やっぱり来ましたね。想像通り、韓国参りのね、記事が出てまいりましたよね。もうちょっと疲れちゃうんですけどね、これだけでね。はい、じゃあもうちょっと続けましょうか。他国の取り組みについても情報を収集して、いい点を取り入れる姿勢が必要だろう。政府に求められるのは、これまで取ってきたコロナ対策を一から検証することだ。その上で、反省すべき点があれば、国民の前に明らかにし、直ちに改めてもらいたい。おしまいと。はい、なんだかですね、記事の結びが、某石破なんちゃらさんみたいな感じなんですけどもね。反省すべき点は反省し、議論の上には議論を重ね、国民の前に明らかにすることが肝要ですみたいなですね。あちらにシンパシーを感じる人たちって、こういう風に一見真っ当な話なんだけども、よく聞いてみると中身が全くない話みたいなのが得意ですよね。というかこれどっかでね、そういうトレーニングでもしてるんじゃなかろうかとね、そういう風に勘ぐっちゃうよね。おっと、話がそれましたが、とにかくまあですね、これ5月の5日の夜あたりから、今に至るまでですね、どのマスメディアにおいてもですよ、気持ち悪いくらいね、韓国が復活した、それに比べて日本はどうだみたいな、韓国の復活ネタを量産しているわけなんですけども、誰がそんなニュース望んでんですかね。よくわかんないんだけれどもね。でそもそもですね、韓国の方が、テグでね、クラスターを大発生させて、どこかの宗教団体をね、こう人権弾圧のように扱って、韓国が先にその感染が落ち着くっていうのはね、当たり前の話っていうかね、挙句の果てに3月31日の朝、日本のこうワイドショーを見たらですよ、もうバカバカしいほどこの上ないみたいなね、もう半笑い状態で自宅のテレビちょっと撮影したんですけども、これ見てください、ドン。これね、のんきに茨城県の桜が満開ですってね、全国のこうワイドショーニュースみたいな形で扱ってんです。しかもこのテロップを見てもらえばわかりますけども、この桜を2倍楽しむスポットもご丁寧にこの後ご紹介されていてですね、おいみんな集まれ、この場所最高だぞって、そういうことをですね、流していたんですよね。そこから数えて1週間後、日本はどうなりましたか。4月の7日緊急事態宣言発令ですよ。政府が、国が対策をこまねいてたからこんな状況に追い込まれていた。いやあんたたち一週間前までお花見気分で手ぬるい放送してるから、あんたたちだって先般の一人ですよ、一味ですよと、まあこんな形でね、東京のマスコミを突っつくのはね、これぐらいにしておきまして、今日のメインディッシュは東京じゃなくてね、沖縄のマスコミですからね。じゃあなぜ笹谷がこの沖縄のローカル紙琉球新報の記事をつまんでみたのか。それは
沖縄の立地と照らし合わせると、さっき紹介した記事がもう顔から火が出るほど恥ずかしいからです。琉球新報はこう書きました。今や日本のコロナによる死者数は韓国の2倍だ。これね、めちゃめちゃ不思議じゃないですか。これが東京のメディアだったらまだね、いいんですよ。また始まったよ。玉の川さんとね、小面さんが、韓国掛けの番組が始まった。で、済むんですけれどもね、これ、沖縄メディアがコロナによる死者数は韓国の2倍だっていうのは、東京のそれとは訳が違います。はっきり言って、ドン引きです。それはなぜなのか。ちょっとこちらのデータをご覧ください。これは日本、韓国、台湾、タイの4カ国の数字です。なんでタイが入ってるのかといえば、それは僕がただ単にタイが好きなだけだからです。いや、これもちろんね、ちゃんと後のね、伏線につながっていくんですけども、で、各国の状況ね、これ感染者数と死亡者数をご覧ください。これ日本の人口ですが1億2650万人。それで感染者数が1万5477名。死亡者が577名。続いて韓国です。5164万人の人口に対し1万810名の感染者。死亡者が256名。そしてタイがですね、6943万人の人口で感染者数が2992名。死亡者55名。それから台湾がですね、1265万人の人口に対して439名の感染者、6名の死亡と、ということです。そしてもう一個次の数字もご覧ください。これはですね、人口100万人あたりの数字になります。日本が122名の感染者、死亡者が 4.6 名。続いて韓国が209名の感染者で死亡者が 5.0 名。それからタイなんですけども、これが、感染者43名で死亡者が 0.8 名、台湾に関してはですね、感染者34名、死亡者 0.5 名です。はい、琉球新報さんをはじめ多くのマスコミが韓国はすごい、韓国を見習えというのですが、人口100万人あたりの死亡者数を見る限りで言えばですね、日本は韓国よりも死亡者が少ないってことはですよ、これは韓国を見習いイコールもうちょっと多めに死んでくれないかしらと、人口100万人あたりあと 0.5 人ほど多く死んでくれないかしらと、韓国の数字を見習うということはそういうことなんですよね。いや冗談抜きにね、本当ね、意味がわからないんですよね。頭の良いね、東京のマスコミの皆さん、別に沖縄のマスコミでもいいんだけども、ササヤンでもわかるようですね。ちゃんと丁寧にこの辺ね、教えてほしいんですけどね。また本題から外れてしまってるのでね、ちょっと仕切り直しをさせていただきますけども、琉球新報さん、あんたはなぜ隣近所の台湾ではなく、韓国と比較するんでしょうか？台湾と日本を比較したらですよ、これ100万人のこのね、あたりの死亡者数は10分の1ですよ。台湾は10分の1です。10分の1の差って言ったらかなりでかいですよね。これはごまかせない数字ですよ。韓国の数字を扱うよりももっと簡単に、もっと手軽く、もっと鋭く日本をダメ出しできるじゃないですか。なぜやらないんですか？編集部の目は節穴ですか？皆さんだってそう思うでしょ？安倍政権を叩く絶好の数字がそこにはあるって感じでね、なぜかテレ朝の番組っぽく言っちゃってますけども、沖縄さんの隣近所に良いデータがあるんですよ。安倍政権を叩くデータがあるんです。その10分の1の数字を使えば、安倍政権なんてやめちまえよ、使えねえんだよって言えるんですよ。左旋回系のササヤンがこんなに良い提案をしているのに、でもそれも無理か。琉球新報さんは中国に忖度するからね、中国にべったりの記事だから、中国の利益に反目する台湾は使えない、使いようがない。あ、わかります、わかりますよ、大丈夫です、ササヤンにお任せください。ササヤンは琉球新報さんの真の味方ですから、ご安心ください。僕が愛するタイ、バンコクの情報、こっちもですね、台湾並みのスーパーパフォーマンスを出しています。こっちのデータを使ってもですね、安倍政権は叩けます。ね。うん。台湾と遜色のないね、100万人あたりのデータを見れば、台湾と遜色のない数字を出しているじゃないですか。だから、台湾じゃなくてタイね、ちょっと紛らわしいんだけども、台湾じゃなくてタイ、バンコクのデータを使ってください。このアイディア無料で差し上げます。あー、でもですね、一つ
忠告させていただきますと、タイ・バンコクはですね、今日本政府から譲り受けたアビガンというですね、お薬を患者に使っており、ね、これ新型コロナの感染者の 87% を回復してるっていうね、そういったデータが医療関係者から出ているんですよね、タイの保健省だったかな。ですから日本の皆さんありがとうございますって感じで、後々タイ政府だとかタイ王室から感謝状が届くかもしれませんね。こういったエビデンスはですね、リスク開示のために、ちゃんとね、おっぴろげにしておきましょう。いやー、俺って自分で言うのもなんだけど、左にとことん優しい男だよねとまあおバカなことを言っておりますが、結論を言えばですね、沖縄の隣国には新型コロナ対策において世界で最も成功した台湾があるのに、無理くり韓国のアンザー持ってくるからですね、データとして持ってくるから、琉球記者の頭の程度が分かっちゃったと、そういうとてつもなくくだらないお話ですそういえばですね、記事にもこう書いてありましたよね。ちょっとね、またご紹介しましょう。他国の取り組みについても情報を収集して、いい点は取り入れる姿勢が必要だろう。何言ってんですかね。ご近所の台湾の情報も収集しない、もしくは収集したけど捨てちゃってる沖縄が、政府に向かって他国の情報を収集しろだって、もう寝言は寝てから言ってください。ということで、それじゃあ今日も最後は謎かけで締めたいと思います。中国に忖度する沖縄とかけまして、最近見かけないタレントと解きます。その心はリューチェル。そういえば本当にリューチェルくんって見かけないよね。まあ端的に言ってしまえば旬が過ぎたタレントだっていうことなのかもしれませんけどもね。でもリューチェルくんっていうの、リューチェルさんって呼べばいいのかよくわかんないけども、あの人って沖縄出身のタレントなんでね、ぜひこれからね、沖縄をバンバン盛り上げて頑張ってくださいと、全く感情のない応援しておりますけども、でもそれはリューチェルくんが悪いわけではありません。すべては琉球新報の記事のくだらなさにですね、力が入っていないだけでございます。いや、ほんと今日はね、力入らないですよね。まあそんな形で、本日も面白かったよ、ためになったよって方はですね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。あとね、ツイッターもやってますんで、そっちのフォローもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。